はい、どうもひろきです。2、3日動画を休みしててね、大変申し訳ありませんでした。ちょっとね、撮影で出張に行っておりました。1日目がね、マスオくんと大阪で、2日目、3日目が、赤髪の友さんとペイントさんと、青森に行っておりました。かなりね、大変楽しい、旅でございました。でね、大阪で、どこ行ったかというと、USJ に行ってきました。なんでね、ビビビビ買ってきましたよ、これ。よくね、YouTuber さん食べてますけど、すっげえ気になるじゃん。ね。だから、これ食べてみたいと思います。百味ビーンズ。出てきました。超綺麗。中身見るとね、ブルーベリー、バナナ、レモン、スイカ、チェリー、リンゴとかね。美味しそうなものの名前しか書いてないんですよね。実際にゲロとかね、耳クソが使われてるっていうことは多分ないと思います。これはチェリー。ん？シナモン？チェリー？シナモンか。うん、シナモン。シナモンがそんな好きじゃないですよね。なんかね、ピンクっぽいやつ。砂糖漬け。果物味。めっちゃ美味しそうじゃん。ある。これ食べたことある味だ。うまい。茶色に白いやつ。これがソーセージ味。ビーンズにする必要は全くない味だな。はい、次いきます。この緑色のビーンズ。スイカかな？はい、スイカ味。あ、まあまあ、スイカですね。作られたら、スイカの味がします。ウリっぽいね。うん。え、スイカ？同じ味ばっかりだな、これ。じゃあ、ここからは、見ないで食べて、当てます。これ、食べます。まずっ。石鹸だな、これ。これ。え、石鹸じゃん。やだ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 。これ。なんだろう、黄色。わかった。バナナだ。うん。バナナ。これ。いや、バナナじゃん。バナナばっかりだな。これ。ん？桃かな？綿菓子だ。あ、確かにそうだ。綿あめね。うん。これだ！なんだこれ。茶色い。で、黒いね。粒々がね、ついてる。土食ってるみたい。土味じゃねえ、これ。あ、当たった！土だ！土！土味！やったー！俺土食ったことあるんでわかります、これは。次、これ。あれ、バナナ？バナナかな？うん、バナナ。あー、これまたバナナだな。バナナ。あ！バナナじゃない。バナナじゃない。腐った卵味か。うん。はい、じゃあね、なんか落としどころがね、この動画見つかんないんで、なんか、まずいやつを一気に食べてみたいと思います。まずは、はい、これ、鼻くそ、耳垢、土、ミミズ。ミミズ食べたことないな。いやー、耳くそも鼻くそもないからね。土はあるけど。黒胡椒。なんか、これも美味しくないらしい。ゲロ味ね、ちょっと入ってなかったっぽい。いくら探しても出てこないんで、今回この、まずいやつ、胡椒ね、一気に食べてみたいと思います。いただきます。混ざってシナモンっぽい味になっちゃった。うん、美味しくないけど、食べれなくはない。下手したらね、小学生とかにこれあげちゃうと、あ、耳くそ美味しいとか、鼻くそ美味しいっつって、食べるようになっちゃうね、人がね、出てきちゃう可能性もなくもないような気がする。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回はね、USJ に行ってきたので、百味ビーンズをね、買って食べてみました。一人で食べるもんじゃないな、やっぱり。みんなでね、ちょっとグループで、ワイワイね、何味だって当て合いっこしながら食べたらすごい、盛り上がるゲーム的な要素が強いと思いました。気になった方は、ぜひチェックしてみてください。というわけで、ひろきでした。じゃあ